はい、こんにちは。今回は妖怪ウォッチの、はい、妖怪ウォッチに入浴剤のプレートコレクションコーラの回数で1番から順番に見ていきます。ジバニャンとルシニャン、ワルニャン、コマさん、コマジロー、ウィスパー、オロチ、キュービー、ノガッパ、メラメライオン、リュウ君、人面犬、バクロバー、勝負師、ネガティブ。今回は5つ買ってきたので全部はい開けて入れていきたいと思います。じゃあ1パック目、結構強い。お、ジバニャンの、あ、確かにコーラの香りがしますね。はい、開いた。じゃあ1個目入れます。何がいいか、お、コーラの、めっちゃコーラの匂いしますね。なんか量が多い気がする、いつもより。ビックラ卵とかより。うわ、なんか血の池みたいになってる。はい、溶けました。なんか浮いてるけど。じゃあまず1個目、なんか裏にこんな感じに。1枚目コマさんでした。なんかほろってますね、若干。で、チマニャンです。裏も見えます。で、チマニャンが出ました。これも黒が入ってます。すごいすごい、すごいや。このピンクがやばい。1枚きました。これかき混ぜても泡、これすごいですね、この泡が。じゃあ3枚目かな。はい、ワリニョ。お、ブリッジ力しか出てない。これもほろですね。おっと、うお、うう、わ、色が、色がやばいこと食べてます。じゃあ4枚目はウィスパー。オッケー、ウィスパーは出ました。あと1枚ですね。ラストはウィス、違う、オロチかキュウリお願いします。お、コマジロブリチ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 なんか血の池みたい。ちょっとこれドッキリに使えそうですね、これ。はい。じゃあ、僕はお父さんになりきってシミュレーションをしてみたいと思います。スタート。え？な、え、え？な、な、なに、なにこれ？スタート。えっ、えっ、えっ、